こんにちは。私は MJ のラオと申します。今日のタイトルはデジタル化とその影響です。皆さんは数学が好きですか？あら、やそうな顔をした人がいますね。そんな人に耳寄りなお話をします。近年、インフラの近代化によりデジタル化が進みました。それは私たちのライフスタイルを危機的に変えました。それが若い世代でも年配でも。例えばオンラインショッピング、デリバリーサービス、オンラインバンキング、動画配信サービスといった時間や労力を節約できたり、興味があることを簡単に見られる便利なシステムが増えました。その上、若い人が実際の店を持たないで、オンラインでビジネスを始めたり、同じ趣味を持つ人たちとつながることができるようになりました。私にとって最大の変化はオンライン学習への切り替えです。最初はインターネットの速度が遅いこと、カメラとマイクが機能しないことなど、解決しなければならない課題がありました。しかし、今ではそれらの問題も解決し、オンライン学習は先生が写真やビデオを見せながら授業するのでとっても理解しやすく欠かせない存在となっています。その反面、フェイストフェイスでの付き合いがもっと難しくなったり、ソーシャルメディアに影響されすぎて人と比べることで多くの人がプレッシャーを感じて落ち込んだりしています。またデジタル化による便利さは私たちを日々ダメにしています。社会がテクノロジーの便利さに大きく依存しているため、私たちはこのテクノロジーなしで日常生活を送ることがほとんどできなくなっているのです。このようにこのデジタル化の変化は問題点もありますが、利点の方が多いと思いました。そこで私は YouTube に質の高い教育的な動画をアップロードし、若者を支援したいです。学校では1クラス40人くらいいるので、クラスの全員が同じ速さで理解するのは難しいと思います。数学がわからない、できない、興味がなくなる、嫌いになる。これはまさに負のスパイラルです。私の使命は、数学嫌いな生徒が数式を覚えるだけでなく、数式の後ろにある概念を理解できるようにして、興味を持たせることです。数学嫌いな子が、数学の YouTube なんて見ないよ。そんな声が聞こえてきそうですね。私は動画のタイトルでアニメーションなどを利用して、数学が苦手な生徒を引きつける工夫をします。一度私の動画をクリックしたら、わかりやすくて楽しくてどんどん数学が好きになります。今までの学校では先生の数も足りないので、生徒の理解の状態によって教え方を変えることはできませんでした。しかし、それぞれの生徒に合った私の動画を使えば、教室でも自宅学習でも勉強してもらえます。数学が苦手な生徒が興味を持つようになって勉強するようになります。他の科目でも同じことができます。その結果として教育のレベルを上げることができると私は考えます。デジタル化は私たちの生き方や世界観を変えていきますが、そのために人間が心をなくしたり支配されてはいけません。私はデジタル化が社会に貢献できることを願っていて、その変化に関わりたいと思っています。私が学び続けることによって誰かに影響を与え、そこから影響の輪が広がり、変化し続けること、これがデジタル化によって私がもらった目標、チェンジです。ご清聴ありがとうございました。